そうなこと、500年後のオリンピックでありそうなこと、制限時間5分でございます。それでは5分スタートです。500年後のオリンピックでありそうなこと、やり投げで、そのやりより早くカメラ付きのドローンが飛んでて見応えがすごい。そして見てまうな、確かにな。500年後のオリンピックでありそうなこと、なんかもうその人造人間とかが当たり前に出るようになって、でもハンマー投げでなんか室伏そのものみたいな人が金メダルって言ってる。そうやから500年後のオリンピックでありそうなこと、あ、日本金メダル取ったんや、俺火星行ってたから見てなかったわ。500年後のオリンピックでありそうなこと、めちゃくちゃ皮肉なんですけど、もう日本人という名のもうハーフばっかり。これはマジであるな。これはマジで500年後のオリンピックでありそうなこと、競技見て感動して流す涙も貴重な資源とされている。後輩よりは500年後のオリンピックでありそうなこと、なんかスタジアムが一番見えやすいはずのVIP席でなんか VR ゴーグルつけて見てる。怖いくらいサービスがいいタクシーどんなの、怖いくらいサービスがいいタクシーどんなの、制限時間5分でございます。怖いくらいサービスがいいタクシーどんなの、揺れる車内の中で熱いお茶を出してくれる。怖いくらいサービスがいいタクシーどんなの、あの車面白そうやし追いましょうか。怖いくらいサービスがいいタクシーどんなの、おい、なんかちょっと面白い話してくれや、嘘でもいいですか、僕ね、マリオ乗せたことあるんですよ。いや、面白いな。どうして乗るの、怖いくらいサービスがいいだし、どんなの、もう渋滞すごすぎて、もう絶対間に合わへんやろって時に、あの僕が辞めればいけますけど。怖いくらいサービスがいいだし、どんなの、やっぱりね、あの高速道路っていうのは危ないんでね、あのシートベルトいっぱいつけときますね。怖いくらいサービスがいいタクシーどんなの、あの50音一つ言ったらなんかそれから始まる有名人を乗せた時の話してくれる。これに話しないよな。怖いくらいサービスがいいタクシーどんなの、あのサイドカーついたバイクが近くを走ったら教えてくれる。怖いくらいサービスがいいタクシーどんなの、あの1個を乗せた話は15秒で終わらせてくれる。怖いくらいサービスがいいタクシーどんなの、お客さん話おもろいっすね、笑わせてきてありがとう。表現方法もないやな、ほんとその向きにする必要あったんだよ。昔話の登場人物が潔癖症だったらありそうなこと、昔話の登場人物が潔癖症だったらありそうなこと、制限時間5分でございます。昔話の登場人物が潔癖症だったらありそうなこと、ばあさんや宝じゃ宝、誰のものかわからない、誰が触ってきたかわからない宝じゃ触りませんでした。昔話の登場人物が潔癖症だったらありそうなこと、おじいさんは山へしばかりに、おばあさんは川へ手を洗いに。昔話の登場人物が潔癖症だったらありそうなこと、うん、薄が猿を潰した後そこをずっと拭いてる。昔話の登場人物が潔癖症だったらありそうなこと、桃だ。手を拭く描写が多い。昔話の登場人物が潔癖症だったらありそうなこと、あの小太りじいさんのコブを取る前にあの鬼がシュッ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 ってアルコールをかけて言う。昔話の登場人物が潔癖症だったらありそうなこと、あ、亀がいじめられてる、この亀にはどんな寄生虫がいるんだっけ。昔話の登場人物が潔癖症だったらありそうなこと、桃太郎お前手洗えや、犬お前その足お前土踏んできたやろか、お前鬼お前アルコールのやつどこ置いてんねん、これ生地が一番うるさいんですよ。昔話の登場人物が潔癖症だったらありそうなこと、カニよこの石の臼を持っていくのかい、あ、今日は見るだけ下見か、うん、わかった、じゃああのここにあるな白い粉つけてから臼触ってな、うんうん、触った触った、うん、ありがとうね、ありがとうね。誰がどこを触ったか分からないし。
史上最悪の焼肉屋でありそうなこと。史上最悪の焼肉屋でありそうなこと。3日前の煙がまだ漂っている。史上最悪の焼肉屋でありそうなこと。目隠しした、目隠しした。じゃあこれ食って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 、うん、そこで生れば警察見つかった終わり。最悪だよな。思い出して。史上最悪の焼肉屋でありそうなこと。はいはい、30、はい、わかりました。31丁、はいよー。はい、ドクターポポねー。史上最悪の焼肉屋でありそうなこと。うん、焼肉おいしい。うん、おいしい、おいしい。ピーピー、うん、おいしい、おいしい。火事です、火事です。うん、おいしい。ピーピー、気にしないで。あんまり当たっちゃったよね。史上最悪の焼肉屋でありそうなこと。メニューをめくったら、メニューの裏に指名手配犯の一覧が書いてある。まあまあ、悪いことじゃないんですけどね。美容師のアイドルどんなの、美容師のアイドルどんなの、制限時間5分でございます。丹波さん行きましょう。美容師のアイドルどんなの。新しい私、こんな感じになってます。何ね、いや、ありそうやな。いいですね。美容師のアイドルどんなの。毛先もプライベートも遊んでいる。美容師のアイドルどんなの。今日はちょっとですね、前髪長めで、で後ろ髪はちょっと遊ばせ、ああ10秒で剥がされてしまう。美容師のアイドルどんなの。M ステ出た時、タモさんの髪切ってしまった。美容師のアイドルどんなの。中井くん。はい、ご指名ありがとうございます。ホットペッパーですか。美容師のアイドルどんなの。美容師アイドル、ドレッドサファイアサチコ。美容師のアイドルどんなの。ってやって、そのハサミを引いたら衣装が変わっている。ありそうやな、ありそうやな。美容師のアイドルどんなの。可愛いとこないですか。美容師のアイドルどんなの。美容師アイドル、キューティクルボンバーあけみ。美容師のアイドルどんなの。はい、私たち今予約したら会えるアイドル。美容師のアイドルどんなの。悪発会。知らねえ。変なもの塗ってくるやつおるぞ。美容師のアイドルどんなの。元バーテンダー。マジで何やねん。何やねん。俺知らんぞ、あの人の大喜利。酔っ払ったやつが作った星座占い。酔っ払ったやつが作った星座占い。制限時間5分でございます。酔っ払ったやつが作った星座占い。いい星座。酔っ払ったやつが作った星座占い。あのさ、みーちゃん最下位だけどさ、俺が絶対守るから。酔っ払ったやつが作った星座占い。お前みたいな、うんざいやつさん、日本帰れの。酔っ払ったやつが作った星座占い、ラッキーアイテムは人数分のお冷やです。もう頼んでおきました。ええや。酔っ払ったやつが作った星座占い、つながらない。酔っ払いすぎて。酔っ払ったやつが作った星座占い、そのこの占いを当てにしてるマジで限界のジジイがいる。こういうのみたいな。酔っ払い同士で、おお、すごい連続論点。酔っ払ったやつが作った星座占い、続いては、スカラザーです。あー、ごめんなさい、これはあの昔のストリップ劇場です。酔っ払ったやつが作った星座占い、ラッキーイチコです。
酔っ払ったやつが作った星座占い。あんな、ほんま最後これだけ聞いてほしいねんけどな、部下のみんなが俺のラッキーアイテムやねん。このお金持ち実は忍者なんじゃと思っ…あ、ますよね、忍者なんじゃ。このお金持ち実は忍者なんじゃと思った理由、制限時間5分でございます。このお金持ち実は忍者なんじゃと思った理由、高須委員長なんですけど、ヘリから思いっきり飛び降りた。このお金持ち実は忍者なんじゃと思った理由、ほーら明るくなっただろう、やめろ明かりをつけな、バレるぞ。このお金持ち実は忍者なんじゃと思った理由、あーしゃ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 、どのわけもたくましいね。このお金持ち実は忍者なんじゃと思った理由、その汚いお金の稼ぎ方を隠すための飲食店を経営してる。このお金持ち実は忍者なんじゃと思った理由、黒くて長い車で伊賀に向かっている。伊賀に用事やろ。このお金持ち実は忍者なんじゃと思った理由、息子を返してくれ、手裏剣ならいくらでも。このお金持ち実は忍者なんじゃと思った理由、ドナルド・トランプの横にドナルド・トランプがいた。素晴らしい。このお金持ち実は忍者なんじゃと思った理由、はじめまして、私は秒で5億円稼ぐ忍者で稼いでるものです。忍者で稼いでるとはっきり言った。秒でこんな秋ならすぐ冬になった方がマシだ、どんなの。こんな秋ならすぐ冬になった方がマシだ、どんなの。制限時間5分でございます。こんな秋ならすぐに冬になった方がマシだ、どんなの。なんか冬の方をチラチラ見ている。こんな秋ならすぐに冬になった方がマシだ、どんなの。本来であればこの時間はドラえもんを放送する予定なんですが、秋なので河川映像の生中継をお届けします。こんな秋ならすぐに冬になった方がマシだ、どんなの。いやー、浮気の秋だからさ、浮気の秋だから浮気しちゃったんだよね。いや、浮気の秋だから仕方ないよな、さっきから何でも秋に絡めて言うのつらいだよ。こんな秋ならすぐに冬になった方がマシだ、どんなの。ドトールコーヒー秋のチャプチェフェア。いません。こんな秋ならすぐに冬になった方がマシだ、どんなの。秋だから新幹線の中でおしっこしちゃおう。こんな秋ならすぐに冬になった方がマシだ、どんなの。小さい秋見つけたんで探してみたんですけど、くっさい秋とかきっしょい秋した。こんな秋ならすぐに冬になった方がマシだ、どんなの。あの模擬編が明朝体なんですけど、その日のところはポップ体になってる。こんな秋ならすぐ冬になった方がマシだ、どんなの。嫁の機嫌の問題なんですけど、まあ、ナスがまずい。こんな秋ならすぐに冬になった方がマシだ、どんなの。いや、やっぱ秋といえば栗ご飯とか芋ご飯とかいろんな炊き込みご飯ありますけど、今日は何が出てくるんでしょうか。おしっこライスのやつ。あああああああ、シェフだった頃の癖が抜けない予備高校士どんなの。シェフだった頃の癖が抜けない予備高校士どんなの。制限時間4分でございます。シェフだった頃の癖が抜けない予備高校士どんなの。先生はトイレじゃありません、店長と呼びなさい。シェフだった頃の癖が抜けない予備高校士どんなの。これはね、リズムで覚えていきましょう。はい、水平リベ僕の船、はい水平リベ僕の船。なんでチャーハン炒めてんの。シェフだった頃の癖が抜けない予備高校士どんなの。あの、よく使うテストを作り置きしてる。シェフだった頃の癖が抜けない予備高校士どんなの。あの、ライバル予備校、予備校にお忍びで。街中で見かけた無断駐車罰金100万円よりも強気な看板の注意書き。街中で見かけた無断駐車罰金100万円よりも強気な看板の注意書き。笑顔のボンバーマンが来ると。笑顔頑張ってて。無断駐車罰金100万円よりも強気な看板の注意書き。お前税とか作ったるど。街中で見かけた無断駐車罰金100万円よりも強気な看板の注意書き。アドとだけか。無断駐車罰金100万円よりも強気な看板の注意書き。めちゃくちゃライオンを食う人が来ます。無
山駐車罰金100万円よりも強気な看板の注意書き。60キロ制限の下に、米津玄師以外って言って。米津玄師だけ無断駐車罰金100万円よりも強気な看板の注意書き。追うよ、追うの楽しみだよ。海の生物たちの生徒会にありそうなこと、海の生き物たちの生徒会にありそうなこと、海の生き物たちの生徒会にありそうなこと。シバババ、シバババ、シバババ。タコ会長はいいな、8本あって。海の生物たちの生徒会にありそうなこと。おい、人でちゃんと座れ。海の生物たちの生徒会にありそうなこと。シバババ、シバババ、シバババ。いいな、イカ会長は。10本ある。海の生物たちの生徒会にありそうなこと。九州会の時に、死んだイカを使って、あい、これの海の生物たちの生徒会にありそうなこと。初期が海主なんですけど、自ら動いて文字を消す。海の生物たちの生徒会にありそうなこと。みんなに愛されてたイワシが生徒会役員になりだしてからみんなのこと急に小魚と呼び出しました。海の生物たちの生徒会にありそうなこと。生徒会総選挙のトビウオのポスターだけでなんかめっちゃかっこいい。盛り上がってる感じだね。非常に。海の生物たちの生徒会にありそうなこと。アジの生徒数が多いのにアジからは一人も選ばれない。海の生物たちの生徒会にありそうなこと。ちょっと待って、またあいつ休みか。プランクトンがいます。かわいい、いいですね、かわいいの。衛生観念がなさすぎるケーキ屋さん。衛生観念がなさすぎるケーキ屋さん。本当いつも来てくれてありがとうございます。どうぞ。衛生観念がなさすぎるケーキ屋さん。モンブランをこう掴もうとした。衛生関連がなさすぎるケーキ屋さん。ちょっといつも来てくれてありがとうございます。はい、お待ちかねのうんちブリブリみたいなモンブラン。衛生関連がなさすぎるケーキ屋さん。モンブランの、なぜか枝に刺さってる。衛生関連がなさすぎるケーキ屋さん。はい、現役女子高生の店員からのサービスです。お尻にトングを挟んでから掴む。衛生関連がなさすぎるケーキ屋さん。54歳の店長にこんなことのお客さんぐらいですよ。巻きハサミクッキーです。衛生関連がなさすぎるケーキ屋さん。え、保健所。衛生関連がなさすぎるケーキ屋さん。営業許可証にこう大きく×が書かれてる。飾るね。飾んなよ。衛生関連がなさすぎるケーキ屋さん。創業当初から置いてある伝説のケーキが。思春期真っ只中のおじいちゃんの言動。思春期真っ只中のおじいちゃんの言動。制限時間5分でございます。思春期真っ只中のおじいちゃんの言動。おじいちゃん、もうおかず食べたでしょ。おかずとか言うじゃないよ、もう。おじいちゃんの言動。ばあさんの風呂なんて見たらわし心臓止まるわ。思春期真っ只中のおじいちゃんの言動。あのさ、俺、おじいちゃんできてるのかな、わからなくなる時があるの。思春期真っ只中のおじいちゃんの言動。もうドラマとかに出てる自分に似てる俳優を自分と呼んでいる。思春期真っ只中のおじいちゃんの言動。おい、修造さん、こんなエッチな本見てあんたスケベーよな。はは、わしスケベーやらへんわい。思春期真っ只中のおじいちゃんの言動。おお、スプラトゥーンおもろすぎる、わしプロゲーマーになるぞい。思春期真っ只中のおじいちゃんの言動。おおおおナイスバディ。
決まっとるかな、おじいちゃんのけんと。やい、新しい孫なんか、わしの本当の孫じゃないやい。どういう家系、どういう家系、どういう家系、どういう家系。新規まったらなおじいちゃんのけんと。もうたけしさん、勝手に部屋から出て、ほんま夜中夜な夜な歩いて、ほんまになんでそんなことするんす。言うたやん、友達の部屋で泊まるって。新規まったらなおじいちゃんのけんと。あ、これは違う、ポケットの中の杖が膨らんだだけじゃ。新規まったらなおじいちゃんのけんと。いらっしゃいませ、ご注文お伺いいたします。すみません、チーズ牛丼温玉付きで。春季待った中のおじいちゃんの言動。女子が喋り始めるとゆっくり補聴器を回す。やったー、やったいね。このロボットアップデートに失敗してるなと思った理由、このロボットアップデートに失敗してるなと思った理由、5分でございます。このロボットアップデートに失敗してるなと思った理由、頭の上にまだバリがちょっと残ってる。このロボットアップデートに失敗してるなと思ったり。博士、これが感情。このロボットアップデートに失敗してるなと思った理由、その配膳ロボットが商品をお届けするにゃって言って国道へ走っていった。このロボットアップデートに失敗してるなと思った理由、サブマリンで進化を投げる。このロボットアップデートに失敗してないなと思ったり。博士、私、もっと人と話してみたい。んごねえ。このロボットアップデートに失敗してるなと思ったり。アレクサ、明日の天気教えて。はい、めちゃめちゃのカレーうどんのレシピを検索します。このロボットアップデートに失敗してるなと思った理由、ナビ、コロスケ、キテルツ、ピョーン。アップデートに失敗してるなと思った理由、ご主人様が死んだ後もまだ床を磨き続けている。このロボットアップデートに失敗してるなと思った理由、椅子みたいな形なんですけど誰よりも先に座る。時間を止める能力を手に入れた者の日常生活の範囲でしか使ってない人、時間を止める能力を手に入れた者の日常生活の範囲でしか使ってない人、制限時間5分でございます。時間を止める能力を手に入れた者の日常生活の範囲でしか使ってない人。あ、ちょ、ストップ、カップラーメンはまだ食べたくないです。なんかあるよな、作業中で。時間を止める能力を日常生活の範囲でしか使ってない人。いやー、関本です。趣深いですね。ストップ、僕ならここで一句読みたいので風景を止めさせていただきます。切り取るんじゃなくて。時間を止める能力を日常生活の範囲でしか使ってないと。ただいま私は望みに乗っております。ストップ、岐阜羽島を30センチオーバーでした。時間止める能力を日常生活の範囲でしか使ってないと。関本です。ストップ、僕ならカンニングはしません、勉強をします。時間を止める能力を手に入れたものの日常生活の範囲でしか使ってないですか。朝マックを温かいまま夜ご飯にして。時間を止める能力を手に入れたものの日常生活の範囲でしか使ってないですか。関本です。僕ならこのみんなに笑ってもらえてる時間一生止めたいです。こういう声。時間を止める能力を手に入れたものの日常生活の範囲でしか使ってない人。私は今朝のニュース番組を見ております。ストップ、やりました、時刻表示がちょうど1から2に変わる瞬間。時間を止める能力を手に入れたものの日常生活の範囲でしか使ってない人。普通の都会のど真ん中で止めてサングラスをかけてこうカッポして世にものタモリごっこをしてくる。しそうだよ。地下300メートルにあるデパートでありそうなこと。地下300メートルにあるデパートでありそうなこと。地下245階ですね。わかりました。下へ参ります。地下300メートルにあるデパートでありそうなこと。なんでやねんですわ。なんで土売ってんねん、おい。地下300メートルにあるデパートでありそうなこと。毒ガスとか酸素濃度とかを測るために小鳥を持って入る。やりだ、やりだ。
であるねってこれ洞窟とかであるねって。おお、地下300メートルにあるデパートでありそうなこと。地下282階のおもちゃ屋ですが、おもちゃ屋が7階にもあると聞きました。そらみんな7階行きますよ。地下300メートルにあるデパートでありそうなこと。もうなんでやねんなんでやねんなんでやねんですわ。まあ、化粧コーナー来たけど、もう暗いから地上上がった時、おい変わるやろがい。地下300メートルにあるデパートでありそうなこと。うわ最悪や、俺の BM 気圧でぺちゃんこになってる。地下300メートルにあるデパートでありそうなあ、私ですか。あ、私はですね、このデパートをですね1階分掘ってですね、地下20階なのに19階分じゃないかみたいな、1階分掘ってね、感覚、みんなの感覚ぐちゃぐちゃにしたいんです。地下300メートルにあるデパートでありそうなこと。あってはならないことなんですけど、地下のソフトバンクが電波悪い。地下300メートルにあるデパートでありそうなこと。あ、お買い上げありがとうございます。お客様遠くからお越し、あ、まあどっちにしても時間かかるんでね、ドライアイス10個入れときます。地下300メートルにあるデパートでありそうなこと。化石ホリラーがまだある。300メートルにあるデパートでありそうなの。いやー、ごめんなさい、すいません、あのそこになければ地上にもないですね。地下300メートルにあるデパートでありそうなの。実はですね、隣の大丸さんも地下300階まであるんだそうです。すごいですよね。あ、連絡通路ですか。うん、それができたらよかったんですけどね。地下300メートルにあるデパートでありそうなこと。一番下に慰霊碑がある。それだけの。地下300メートルにあるデパートでありそうなこと。地下250階体操会化粧品売り場です。化粧品売り場してんじゃん。インゴやん。めっちゃ違うやん。めっちゃ違う。食べ物の数をおかずにしてご飯を食べている人、食べ物の数をおかずにしてご飯を食べている人、食べ物の数をおかずにしてご飯を食べている人。なんか何見てもいいのに、なんか白菜の煮たやつばっかり見てる。食べ物の数をおかずにしてご飯を食べている人。ポカリの画像を見て進まんな。食べ物の数をおかずにしてご飯を食べている人。画像をおかずにしてるんですか。え、何のサイトとか見てるんですか。え、松井和夫のブログ。食べ物の画像をおかずにしてご飯を食べてる人。そのこれなんですけど、1杯目冷ややっことしていって、2杯目バターとしていってる。食べ物の画像をおかずにしてご飯を食べてる人。はい、ごちそうさまでした。腸の食費マイナス1200円。食べ物の画像をおかずにしてご飯を食べてる。あの砂漠前の気まぐれクックの画像をおかずにしている。食べ物の画像をおかずにしてご飯を食べている。その食べログとかは美味しいお店がたくさん載ってるから、その食べログを見る外観ばっかじゃん。おかずにしてご飯を食べている人。イラスト屋のことをそういう名前の定食屋やと思う。食べ物の画像をおかずにしてご飯を食べている人。革靴に火をかけた画像をおかずにしてて、よくそんな画像あったな。食べ物の画像をおかずにしてご飯を食べている人。なんでやろ、なんでやろな。AI で作った画像ってどれも同じやつんねんな。そうなるんや。食べ物の画像をおかずにしてご飯を食べている人。え、じゃあ今日はどんな画像をおかずにしたんですか。え、怒り狂ってるちいかわ。24ポイント。町内の井戸端会議にスパイとして送り込まれている隣町のおばさん。町内の井戸端会議にスパイとして送り込まれている隣町のおばさん。お題提供は片岡五月さんでございます。町内の井戸端会議にスパイとして送り込まれている隣町のおばさん。へえ、今週末運動会なのね。町内の井戸端会議にスパイとして送り込まれている隣町のおばさん。その町のスーパーで買い物するようになった。動画を映るみたいな。町内の井戸端
井戸端会議にスパイとして送り込まれている隣町のおばさん。あ、そうなの、中尾さんか。中尾さん、中尾さんね。町内の井戸端会議にスパイとして送り込まれている隣町のおばさん。高橋さんってスパイやったの？道義で高卒でもハーフでもないのにおかしいと思っててロシア語喋れるの。どうなるのかとか言うスパイとして送り込まれてる隣町のおばさん。ちょっと聞いた、この町にスパイが誰かいるらしいわよ。誰だろうね、私もわからないわ。こいつやろ。こいつやって。どうなるのかとか言うスパイとして送り込まれてる隣町のおばさん。ねえ、何の話ってあの井戸の紐につられて上がってくる。スパイとして送り込まれている隣町のおばさん。テレテレテレテー、デンデン、テレテデンデン、テレテデンデン、おばさん。井戸端会議にスパイとして送り込まれている隣町のおばさん。話を合わせていった結果、なんかその町のカーブスに会費を払うことに。井戸端会議にスパイとして送り込まれている隣町のおばさん。ねえ、もう CV827 かね、CV827、田中さんのことよ、田中さん。町内の井戸端会議にスパイとして送り込まれている隣町のおばさん。その次のターゲットに、ね、ネギを。町内の井戸端会議にスパイとして送り込まれている隣町のおばさん。ケーキを買った。おじさんが高校生向けに勝手にやってる講演会どんなの。おじさんが高校生向けに勝手にやっている講演会どんなの。制限時間5分でございます。おじさんが高校生向けに勝手にやってる講演会どんなの。なあ、今日高校生みんな集まってもらったけど、まあ、どうやみんなで顔を見るわ。顔、あ、お前カバンでかいな。おじさんが高校生向けに勝手にやってる講演会どんなの。おじさん今から喋りますけど、興味ない人帰ってもらって構いません。ニコチン本当に吸いたくない人ここで帰ってください。吸いたくない人帰ってほしい。おじさんが高校生向けに勝手にやってる講演会どんなの。おじさんになってからのなんかいやらしくない服を教えて。おじさんが高校生向けに勝手にやってる講演会どんなの。俺は高校生の時言うたらな、なんか牛乳瓶や。あの牛乳瓶のな、なんか、あったやん、給食でな。おじさんもう三本指突っ込んで、はな、こう外れみたいなやってたよ。笑ってんの俺だけ。おじさんが高校生向けに勝手にやってる講演会どんな。どうも、講演やらせていただきます。田中文彦と申します。田は田んぼの田で。おじさんが高校生向けに勝手にやってる講演会どんな。これが第2章やな。受験勉強の時の話するんけどな。おい、お前タマゴッチすんな。お前タマゴッチ、ええ、それ携帯か、ちっさいな。おじさんが勝手にやってる講演会どんな。靴底が剥がれた時の直し方を教えてくれ。おじさんが高校生向けに勝手にやってる講演会どんな。おい、そこのバレー部、そこのバレー部、菊池亜美って知ってるか。おじさんが高校生向けに勝手にやってる講演会どんなの。2階でこっそり聞いてる教頭がしっとり泣いてた。おじさんが勝手にやってる講演会どんなの。スタッフさん、あれ持ってきて。あ、ありがとう。まあ、とりあえずここまでまあ 3章やな。うん、あ、これもあんたとあんたらとお前らと俺の違いや。これ何か、うん、指で缶ビール開けるこれや。おじさんが勝手にやってる講演会どんなの。高校生やからこれ喜ぶやろっつってなんかお茶券のキーホルダーもらったんですけど、それ今どこで売ってんの。おじさんが高校生向けに勝手にやってる講演会どんなの。お前ら怖いもんなんや。先生、お母さん、地震、一番怖いんは突然の頭痛や。おじさんが高校生向けに勝手にやってる講演会どんなの。お前らパチンコはな、パチンコは絶対な、もうパチンコだけはな、パチンコはな、素晴らしいです。おじさんが高校生向けに勝手にやってる講演会どんなの。ということで、まあ今日の講演は終わりやけれども、ああ、お前、お前見とったぞ、お前ずっとお前貧乏ゆすりしろ、お前かんぞ、お前、おい、直せ、直せ、直す、高橋直す、そうそうそう、
お前足フットにラグビーやれお前。おじさんが高校生向けに勝手にやってる講演会どんなの？チリンチリン、はい、おじさんもできやからチャリで中に入らせていただきます。馬だらけのバラエティ番組でありそうなこと、馬だらけのバラエティ番組でありそうなことはラスト5分でございます。馬だらけのバラエティ番組でありそうなこと、その馬の中の千原ジュニアみたいなやつが、あ、もうパカラパカラーってバラエティ番組でありそうなこと、今日は馬の4人組ユニットウーマーズに来ていただきました。ありがとうございます。みんな違う方向いてんの。馬だらけのバラエティ番組でありそうな、馬の弁護士が3人並んでる。馬だらけのバラエティ番組でありそうなこと、オープニング開けたらなんか競馬のゲートみたいなのがパカって開いて一列に入ってきて、あれ普通横並びじゃないの。馬だらけのバラエティ番組でありそうな、その馬界の健康馬みたいなやつがゴールドシップ本気ですか。馬だらけのバラエティ番組でありそうな、へっへっへっ。馬だらけのバラエティ番組でありそうなこと、CM 入る前のスポンサー紹介なんですけど、こう馬がこう馬の羽からふーんって煙出て、そっからスポンサーが出てる。馬サスケで足がありえない方向を曲がる。馬だらけのバラエティ番組でありそうなこと、人参で一句、ヒヒンヒヒヒヒヒンヒヒヒシーンヒシーヒシーンで伝わります。ヒシーン伝わるじゃん。ヒシーン伝わるじゃん。馬だらけのバラエティ番組でありそうなこと、サマーズの三村さんが馬に対してお前ダバじゃねえか。馬だらけのバラエティ番組でありそうなこと、動物を取り扱う番組があって、ヒシーンヒシーンフローヒシーンってこう馬が馬をアフレコしている。馬だらけのバラエティ番組でありそうなこと、バカ殿なんですけど外国の馬がお風呂に入っている。馬だらけのバラエティ番組でありそうな、この6頭のうち一番早く眠るのは誰、ダービーって言ってるんですけど、ダービーだとそのまますぎる。確かにな。馬だらけのバラエティ番組でありそうなこと、うーわるしょいしょい、パッ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 、うーわるしょいしょい。いや、三浦淳ですけど、サモさんこれどうですか。虫っぽの揺れがいいね。馬だらけのバラエティ番組でありそうな、なんか人参専門の会社のコマーシャルが流れてるのよくあったなって思って。馬だらけのバラエティ番組でありそうなこと、あの徳井よしみのチャック下ろさせてやっていう番組があるんですけど、あ、ありますよね。そんな感じの番組で徳井よしみの牝馬あてがってやる。初進出でございます。では早速3回戦の結果お願いします。終わった。おおおスパイス片山さん、こうな、なんかこう序盤はいけてないみたいな感じだけど、終わってみれば2位通過。ええ、あさって準決勝なんですけど、はい、明日 MC やります。そして、キリマル、あれ、え、あれ、あれ、あれ、すいません、全身で動かさなあかん、車乗ってました。武道館を3個借ります。日本じゃないですか。